どうまー,ネラルマーチ呪われた若い美しい夫人の公子は夫田橋三之助の後を追って帝劇の廊下に出ました。フランスから来た。 何菓子という名ピアニストの演奏が、今始まったばかりという時です。とても我慢ができない。あの曲は俺にとってはひどく不吉なんだ。もう。ショパンのフューネラルマーチそなたを、第一楽章だけ聞いて飛び出すのは、ずいぶん乱暴な態度だと思いましたが、美しい婦人は別に逆らおうともせず、 玄関前の大きい丸いすの上へ夫と並んで深々かかと体を埋めましたあの曲を聴くとろくなことはないんだ一応プログラムを見てくるとこんなバカな目に遭うはずはないがまさか初日のプログラムにあんな曲目を出すはずがないと思ったのがそもそもの間違いさ棚橋さんのすけは浜木えライターを鳴らして 凶楽的に紫の煙を吐きながら夫人を相手にそれでも心持ち声を潜めます378の実業家らしく油の乗ってきた風斎ですが年にも風斎にも紛らせない坊っちゃんらしいところのあるのは苦労を知らずに先代の仕事を受け継いで伝統とのれんと忠実な支配人のおかげで すばらしいもうけを黙って受け取っていられる身分のせいもあったでしょう十分に若くてハイカラで妖艶な感じのする夫人は夫のかたくなな態度が心にくいと思う様子でクッションの上をすり寄って夫のまるまると太った膝にきゃしゃな片手をかけましたあらそんな大きい声をなさると中へ聞こえますわ。 しかしそんなことを言うのも決して根拠のないことではないんだ知っての通り仏滅も鬼門も担がない俺だがどうしたものかあのフューネラルマーチだけは恐ろしいよどんなことがありましたの気味も悪くもあるが十分好奇心を動かされたらしく夫の顔を仰いでいつも物ねだりをする時のように大きい目を細めて すし受けけちの唇をゆがめます笑っちゃいけないよ。三之助はもうフューネラルマーチを終えて華やかな第四楽章のプレストに入ったらしい音を遠目に聞きながら場所柄を超越したのんきさで話し出しました「俺の学生時代にはレコードに入っているパッハマンの弾いたあの曲は不吉だと言われたものだ」 俺の経験から言ってもあのレコードを買ったあくる日の晩母に死なれたのを手始めにあの曲のレコードをかけて聞くごとに何かしら不吉なことが一つずつ起こるんだまったく不思議だったよそこまで言って三之助はふっと言葉を切りましたもう。最後にこれは話していいか悪いかわからないが 高の母話に聞いたろうがこれはピアノをよく弾いたそれが生きている時転んで弾いたのはあの曲だったよそれからまだある話は思いのほか真剣になったので公子夫人も美しい眉をひそめて寒々と夫のそばに寄りました2 4仕とも見えますがなんとなく華奢な体質で 地味ではあるが贅沢な総模様を縫った羽織がそろりと肩を滑り落ちそうなんか紙人形のような感じのする弱々しさですもうたくさん怖いわあとたった一つだ56年前家へ大勢の客をした時その客の中に混じっていたピアニストの石井というのが 所望されて弾いたのがあの曲だったその時は何とも思わなかったがあくる日父が心臓まひを起こして死んだ嫌ですわねだから俺はあの曲が恐ろしいと言うんだよあんな美しい曲はないがどうもじっとして聴いてはいられないそんな話をしているところへ第一部が済んだらしく 猛烈な拍手に追い出されるように八方の入り口から聴衆の大量が廊下へ流れ出してきましたどうしししたたんんだ、途中かから抜け出したりなんかして。遠くの方から2人を見つけてもみ合う清掃の男女の間をすり抜けるように近づいたのは三之助と同年配の美しい髭のの悪男公子夫人の兄で 坂間騎士郎というドクトルですあの曲は不吉で嫌いなんですって先走る公子夫人の口を押さえるようにそんな人聞きの悪いことを言っちゃいけないゆうべ遅くまで麻雀を付き合って寝が不足のせいだろう頭痛がしてかなわないんだそれは惜しかったね素晴らしいフュネラルマーチだったよ 山北さんなんかボロボロ泣いていたあら先生泣いたんではございません目が痛かったんでございますよ家庭教師の山北美智子は12歳になる弱そうな少年三之助の繊細の子でたった一粒種の貴司と一緒にその後から人混みを抜けて近づきました山北というのは32歳の 未亡人らしい。寂しい婦人で悲しみのためか、ロボットのような硬い表情をしておりますが、そのくせ包んでも包んでも包みきれないといった妙に魅惑的な存在に扱った宝石のような感じのする女です。しかし、刻みの深い顔はお面のように冷たく、額が少し抜け上がって軽い。尾行を引く格好などは。 どう上保して考えても決して美人ではありません。山北さんは目なんか悪いんじゃない。やはり泣いていたんだよ。まあおぼっちゃま。かしこそうな少年を抱え込んで父親のそばへ割り込ませながら家庭教師はさすがに顔をあからめます。ピアノで泣くのは珍しい。ギター曲を聞くと。 山北さんなんなかハッハッハッまあ夫の無遠慮な高笑いを取りなすように公子は優しく家庭教師の方を振り向きました黒装束の寂しい姿少し肩の曲がった醜い格好などを見ると顔になんか魅惑らしいものが残っているにしても神経質な婦人に

見出されたのです旦那様お坊ちゃまがお坊ちゃまがと寝室のドアをたたく音に驚いてパジャマ姿の三之助が飛び出すと廊下のじゅうたんの上に崩れた家庭教師の美智子はその不思議に刻みの深い顔をこわばらせて涙もなく泣きじゃくっておりましたどうしたんですお坊ちゃまが 冷たくなっていらっしゃいます。何三之助は素足ではしご段を飛び降りてたかしの寝室へ飛び込みました。ベッドの上に安らかに名目していた。愛児の死骸は父の手にも。もはや揺り起こしようがありません。たかしたかし。額へ頬へ。 肩へ触ったへっを、その恐ろしい冷たさにぞっとして引っ込めるとそのままベッドのそばにパジャマの膝をついて三之助は男泣きに泣き入りました一人っ子というばかりでなくこの13になったばかりのひ弱い子のうちには10年前に別れた繊細の忘れがたい面影が残っていたのです しばらくして顔を上げるとベッドの向こう側にすがりついた家庭教師の山北美智子がこれも身も浮くばかり泣き入っております雇い入れてからたった一年にしかなりませんがこの女の教え子に対する愛情は不思議なくらいで時々は小煩悩な三之助が嫉妬さえ感じるほどでしたそのうちに、 これはさすがに寝巻きだけは着替えた美紀子があたふた飛んできました。たかしさん。どうしたんでしょうね。かわいそうに。たかしさん。ベッドの前に回った婦人はその華奢な手を少年の青白い額にあてましたが、恐ろしい死の冷たさに怯えてゾッとした様子で引っ込めてしまいました。 電話で呼んだ坂巻ドクトルが自動車で駆けつけてくれたのはそれから10分ともたってはいませんでした悲嘆にくるる人たちを遠のけて丁寧に診察しましたが病気は心臓麻痺、死亡時間は夜半の2時ごろという以上には何にも分かりません13歳の少年が夜中にベッドの上で心臓麻痺を起こすのは 不思議といえば不思議ですが他に病名のつけようがないとすればそれを信じないわけにはいきませんそれに日頃虚弱で千病室の見本みたいな子でしたから夜中に急死したといっても誰も疑いを挟むものはありません子どものことでもありあくる日は告別式を済ませその日の夕刻すぐ火葬場へ持っていくことになり 13歳になった一つの命の始末が何のこだわりもなくとんとん拍子に片づいてしまいそうに思われましたがその日の夕刻思いもよらぬ事件が起こってこのプログラムがすっかり壊されることになってしまいましたそれは所轄警察署から一応死骸を検視させてもらいたいと言って司法主任と刑事2人 警察医を連れててやってきたのです。父親は名誉も地位もある実業家で坂巻ドクトルの死亡診断書にも手落ちはなかったはずですから通例こんなことはないのですが何分、所轄署へ重大な密告書が即達郵便で舞い込んできたのでそのまま捨ておくわけにはいかなかったのです。密告書は、通常の安陽線へ、 郵便局備え付けの墨汁で書いたもので「棚橋三之助のたかしの死亡は他殺に相違ない仮装する前に一応検視しなければ重大な手落ちになるだろう」といった文句が少し乱暴な字ではあるがかなりの達筆で書いてあったのですしかし警察医の丁寧な検視も結局は んの得るところもありませんでした死体にはうの毛でついたほどの外傷もなく鬱血も反紋も苦問の跡もないばかりでなく毒物で殺したという疑いも絶対にありません反対に酒井主治医の説明で日頃肺紋リンパ腺が主張していたことや胃腸の弱かったこと ヒポコンデリーの症状のあったことなどが分かって警察医も心臓麻痺という以外には判断の下しようがなくなってしまいましたこの上は解解剖剖ししししててみるんでですね。ただし解剖してもおそらく無駄でしょう。警察医がこんなことを言うのですからまるで問題になりません密告書にはどうかすると筋の悪いのがあるからなあ。 司法主任も甚ははだ気が乗りません念のため家族全部を調べてみましたが疑われるような人は一人もありません音楽界の帰りここまで一緒に来た坂巻ドクトルはしばらく無駄話をして11時に立ち去り主人三之助夫婦はそれと同時に寝室に引き取りました家庭教師の山北美智子と高志少年は それと前後して自分の部屋に引き取り貴志少年はすぐ寝室に入ってしまいましたもっとも勘が高ぶって寝付けないことがあるので家庭教師と貴志少年の寝室は別で夜中でも用事があれば呼び出せるように少年の枕元には呼び鈴が備え付けてあります三之助は実によく眠って何にも知らず夫人の公子も 一歩も出も寝室出なかっったと言っております。かし少年の隣室に寝ていた山北美智子も不思議によく眠ったそうでこれも何にも知ってはいません三之助がかし少年を愛していることは目に余るほどで公子夫人も自分に子がない関係かこのママ子を親身に可愛がっております山北美智子の可愛がり用はまた法外で 母親より乳母の方が愛情がこまやかなことがあるようにこの家庭教師も親身になって教え子を育てておりましたあとは雇い人ばかり鍵はなかったにしても主人の子どもの寝室へ夜中に入り込むものなどがあるはずもありません他殺か病死か 所轄署の方はそれで済みましたが翌日は検事局と警視庁へ同じ密告書が配達されましたその文面は大同小尉ですが非常に厳重な口調で主治医のでたらめな診断書を信用して解剖もしないというのは重大な手落ちだ死因のわからないような巧妙な殺人は決して少なくない 法医学上の有名な例まで挙げて手厳しくねじ込んであります。こうまで筋が通ってくると、一片の密告者も放ってはおけません。即刻火葬を差し止めてあくる日解剖に付しましたが、さてわかりません。外相が1つもないことは前にも見た通り、外国の犯罪に耳の穴へピストルを打ち込んで血を拭き取っていたために。 どうしても死因が分からなかったというのがありますが全身解剖をしたのですからそんなことがわからないはずもありません毛際から小脳部へ針を刺したという例もありますがもとよりそんな痕跡もありません注射猛烈な毒物や空気の静脈注射ということも考えられますが全身の皮膚はむいたゆで卵のようにきれいで のみに刺された跡も見つかりません。胃の内容も極めて念入りに調べましたが毒物の痕跡などは爪の赤ほどもなくそうかといって病気で死んだというほどの証拠もつかまれなかったのですなるほど坂巻主治医の言うように肺門リンパ腺は著しく主張し胃腸も弱ってはおりますが 進出性体質の虚弱な少年であったというだけのことで今が今死ぬというほどの病気は一つもありませんなるほど心臓まひとでも言わなければ執刀の博士もすっかり投げてしまいました絶対に他殺と見ることはできないでしょうか助手の学士がけげんそうな顔を上げるとたった一つ疑えば疑える点がある。 が、それれは考えられないことだ。そう言ったきり博士は口をつぐんでしまいましたしかし事件はそれだけでは済みません家庭教師の山北美智子の寝室にある水差しあの騒ぎ以来うっかり水を替えるのを忘れていた水差しの中には明瞭に識別される程度の かななり濃厚な睡眠薬がが混じっていることが発見されました山北美智子に聞きましたがそんなことは一向知らないと言いますし毎晩鎮痛剤の自薬を飲んで寝る習慣であるのを知って夜中家庭教師に目を覚まさせないために水差しの中へ睡眠薬を投入したもののあることは疑いもありません。といったところでそれだけのことです。 解剖の結果少年の死が他殺でないと決定すればそれ以上調べたところで何になるものでしょう警視庁と検事局へそれからいくつもいくつも密告状が舞い込み「かし少年の死は他殺に相違ないあれを放っておくのは怠慢だ」と言ってきましたが死んだ人の近親者などには悲嘆のあまり よくモノマニアになることもありまた誰かに恨みのある者が絵のないところへ絵をすげて何にも知らぬ第三者を陥れようとすることもある例ですから警察も検事局もまるで相手にしません父親棚橋三之助と家庭教師山北美智子の悲嘆は見る目も気の毒なほどでしたが日がたつにつれてそれも次第に薄れていきます それに夫人のみこは悲しんで痛まずといった態度でよく夫を慰めたせいもあったでしょうもう一つは健康で事業欲の盛んな三之助は忘れるともなく貴志少年のことを忘れる時間の方が多くなっていきました教え子が死んでしまえば当然家庭教師の山北美智子には用事がなくなってしまいます そのまま雇い続けてハウスキーパーになってもらおうという話もありましたがまだ追い札たという年でもなく妙に魅惑的な黒装束の年まぶりが公子夫人の神経のためにもよくなかったので貴志少年の四十九日が過ぎると一応解雇することに決定してしまいました恐ろしい記憶のっ 誰だ？あんな曲を弾くのは。外から帰ってきた主人の三之助は自動車から飛び降りると思わず玄関へ怒鳴り込みました貴志少年が死んで50日目昨日中院を済ませたばかりの家の中から存分にたくピアノの音が玄関の外までもりんりんと響いているのですしかも曲は因縁付きの「 ショパンのフューネラルマーチ。三之助が思わず自分の家へどなり込んだのも無理はありませんお帰り遊ばします出迎えた女中たちは主人のもってのほかの機嫌に少しおどおどしている様子奥さんはどうしたあの歌舞伎へいらっしゃいました今日はお坊ちゃまの日焼けだから久しぶりで寄保養に行ってくる 旦那様は会社の方からすぐ小曳町へお回りになるはずだからとおっしゃいまして主人の不意の帰宅にけげんな顔をしながらも女中頭らしい年配の一人は弁解らしくこう言いますそう言われればなるほど23日前から公子がそんなことを言っていたようでもありますがそれにしても腑に落ちないことがあります山北さんから 会社へ電話がかかったんだ奥様と一緒に申し上げたいことがあるからすぐお帰りになるようにっておかしいね山北さんはどうしたんだ鬼界でピアノを弾いていらっしゃいます女中頭は家庭教師の出過ぎた仕打ちに不平があるらしくひどくつのめだった者の,の言いようをします何山北さんがあれは山北さんか 三之助は全く驚いてしまいました家庭教師の山北美智子がピアノを弾くということは想像もしなかったことでしかもここから聞いた様子ではよほどの玄人です夫人の美子はもちろんのことかしのピアノの先生だった人もとてもあれだけには弾けませんそれにしてもこの家にとって何より不吉な ショパンの「フューネラルマーチ」を弾くとは何という心持ちでしょうお三之助は何かしら重大な心持ちになって街灯と帽子をかなぐり捨てるように深いじゅうたんを踏んで2階へ登っていきました大広間のドアを細めに開いてそっとのぞいてみるとぜいたくなちょうどを照らして中には いいっぱいに流る夕日。その中に浸りきって窓際のグランドピアノを叩いているのは家庭教師の山北美智子の後ろ姿ですがなんという変わりようでしょうこの家を今日が名残と思ったのか日頃の黒い洋装を捨てて10年くらい前に流行った裾模様に古代切れを散らした小幅の紋付きに 黒字に山桜を織り出した西陣の丸帯襟足を見せて少し古風な根の高い側髪にゆった後ろ姿は今までの山北道子とはまるで違った心持ちがあります田棚橋三之助は何に悲しぎょっとして立ち止まりました「この女には見覚えがある」「山北道子としてではなく」 もっともっと古くから知っている女にそういないということをはっきり悟らされてしまったのです第一この古代切れを染め出した古風な小浜ちりめんの紋付きにしても黒地に山桜を織り出した変わった好みの帯にしても三之助には決して昨今初めて見たものではなく日頃あまり触れずに置いた 古い古い下積みになった記憶そのくせ一番生々しい深刻な記憶の中にある幻だったのですヒューネラルマーチは終わりに近づこうとしておりますその特異なアクセントすすり泣くような実感的な哀愁読み字の容器の叫びを思わせるものすごい表情は 忘れようとして忘れることのできない三之助の古い記憶を揺り動かしますそればかりではありません夕日をいっぱいに受けた女の美しい首筋の曲線から左の耳たぶの後ろへたどっていくと三之助は大変なものを見つけてしまいましたあるかなきかの小さい小さい あおそれを見た時はさすがに三之助もがく然として声を立ててしまいましたルビーのごとく赤く炎のごとく燃えるほくろですがあまりそれは小さかったので山北美智子風に首筋で髪を束ねておれば気がつくわけではなく夕日にでも照らされなければ 根の高い側髪に打っていてもほくろは見えもしなかったでしょう完全な変装女は三之助の声に驚いて振り返りました珍しく薄化粧をしておりますが寂しく笑うと深々とえくぼのよるほうを見ただけで 三之助の記憶も幻想もみじんに打ち砕かれてしまいますこの女はどう考えても昔三之助と交渉のあった女ではなくたった1年前から死んだ貴志少年の家庭教師として迎えた山北美智子その人でしかありえないのですあなたでしたか何を驚いていらっしゃいます いい。や、なんでもない三之助はつきまとう雲の巣でも払うように額から頬の辺りをかきなでながら安楽椅子の上へどっかと座り込みました大層お顔色が悪いようですが差し寄る美智子を払いのけていやもうなんともないあなたの後ろ姿が。 私の昔知っている人にあまりよく似ていたものでびっくりしただけなんだまあ後ろ姿だけでございますか顔は少しも似てはいませんかしら少しも似ていない三之助の口あたりには何やら皮肉な微笑が漂いますその方は私より美しかったのでございましょう いやと言ったが三之助の顔は美智子の言葉を無条件で肯定しております今日はいよいよおいとま申さなければなりませんあまりお名残が惜しいと存じましてお留守中にちょっとピアノを弾かせていただきました美智子はピアノの前から立ち上がって三之助のそばへ歩み寄りますそれはかまわない が、どうして今まであんなにうまいピアノを弾かなかったのです。いいえ、決してうまくはございません。それに、弾くとついあの曲になりますので、お気に触ってはと存じまして差し控えておりました。というと、あの弾きようには、いろいろ、思い出が終わりのはずでございますが、 あなたは何を言うんです。三之助はもう一度がく然としました安楽椅子のもたれに手をかけて中腰に差しのぞくと女の顔は何という冷たさでしょうその黒曜石のような瞳を見ただけで三之助の全身は凍りついてしまいそうですそれから、 私の耳の後ろのルビーのようなほくろにも何この古代ギレを染め出した小浜の紋付きにも黒地に山桜の帯にも並々でない思い出が終わりのはずでございますつまらぬことを言って脅かしてはいけないあなたは一体何だあの女の何にあたるのだ 助はとうとう立ち上がってしまいましたあやかしを払いのけるように草腕を振るって女を小口の方へ追いやろうとします脅かしはしませんよくご覧ください女は一歩前へ踏み出しましたもの悲しくも華やかな春の夕日の中に その不思議に冷たい顔あらゆる情熱を封じ込んでその上を理性で塗りつぶしたような顔をさらしてよく私の顔をご覧ください瓶の抜け上がったのは年のせいもありますが一本の毛抜きでいくらでも額は広げられますわね眉は 毛手術でどんな形にでも変えられることをご存じでしょう私のこの太すぎる眉を削って少し三日月型にしたらどんな格好になるでしょう一えまぶたを二えまぶたにする手術は何でもありませんが目の色を変えるのは一番難しいそうですそれでも交彩へ色素を注入して 茶目が黒目にも黒目が茶目にもなります。私のこの真っ黒な目が。もう少し茶色だったら。どんなでしょう？鼻はパラフィンの注入や象牙の貫入でどんな形にでもなります。私の鼻がもう少し低くて、柔らかいカーブを描いていたとしたらどうでしょう？ 唇の格好を変えるのも歯並びを見違えるようにするのも本当に少しばかりの手数ですエクボさえ電気針で自由に作られるのですものそう言って山北美智子は片方に深々とエクボを寄せて寂しく微笑みましたそんなバカなことが美智子の顔を。 見いられたように見つめていた三之助は二足三足よろめくとテーブルの角に片手を支えて急に戦闘的な調子になりましたこれほど申し上げてもお分かりにならなければあなたは卑怯ですそんなことは断じて信じない信じられないはずはありませんあなたの前に立っているのは あなたの元の妻で死んだたかしの母10年前にお別れした聖子ですそんなことがあるものか顔が違う顔がすっかり違う私の顔は日本とアメリカの整形外科の名医が手習い造紙のように作り変えてしまったのです昔の人の考えた 一時的の生やさしい変装では承知ができなかったのですいや嘘だ嘘だ聖子は死んだはずだそうですおっしゃるとおり死んだはずでしたしかし誰も死体を見た人もなく弔いをしてくれた人もありませんああ、ああ、 俺は気が違いそうだ。三之助は。とうとう打ちのめされたように。長いすの上に。半身を投げかけてしまいました。ロボットの笑い。何もかもお話しいたしましょう。しばらく三之助の様子を見ていた成功。 山北美智子と名乗った不思議な女は同じ長椅子の上へ並んでかけて打って代わって静かな調子でこう始めました「私は盗み癖があったに相違ございません」「実業家棚橋三之助の夫人がデパートで常習的に万引きを働いたのが見つかったのですから離園になってもお恨みするどころか」 みんな自業自得と諦めてせめて手を回してくだすって縄付きになるのだけでも救っていただいたご恩を感謝しておりました聖子の術界は妙にはきはきした事務的な口調のうちにも隠しきれないもの悲しい調子がありました三之助のなんと返事をしていいか迷い抜いているような顔をもの悲しく顧みて い,さいかまわず続けていきます。私は死んだといううわさをまき散らして実はアメリカへ渡りましたそれから8年間あちらでどんなに骨を折って勉強もし働きもしそれから顔や形や声までも変えることに骨を折ったことでしょうこのとおり私の顔を変えるために 近代の整形外科のできるかぎりのことをしたうえ薬品で生態を晴らしてソプラノの声をアルトに変え体の格好を違った心持ちにするために右足の腱を切ってわざわざびっこにまでなりましたなんという恐ろしい変装でしょうここまでいけば変装というよりは破壊です ういと言ってもよいでしょう三之助はこの変わり果てた昔の妻の姿を見て声もなくただ舌を巻くばかりでした私はかしのことが気になってどうにも我慢ができませんでしたそれに久しぶりであなたにも一度お会いしたかったのです家庭教師を探しているという話を人づてに聞いて あらゆる運動をしてとうとうこの家に入り込んだのはそのためでございます子供に会いたかったと強調してはおりますが聖子の未練は昔の夫の三之助の上にも十分に残っていたのでしょう長いすに押し並んでかけた体はともすれば三之助の方へすり寄って 盲目的に皮脂とすがりつきそうな衝動に悩まされている様子がまざまざと見えますそれからのことは申すまでもありません昔私の占めてきた地位はあの公子夫人が占めて私などはもう寄せつけそうもありませんせめて自分の腹を痛めた,たかしが本当の母とも知らずに 盲目的な本能に引きずられて私に懐いてくるのを慰めにこの1年間は無事に過ぎましたこのままかしが殺されさえしなければおいおい待ってくれお前はかしが殺されたと思っているのか驚いて起き直った三之助の言葉はいつの間にやら昔の夫のそれに帰っております ええ。誰が何と言っても、たかしは殺されたに相違ありません。母の私が、本能で嗅ぎ出したんですもの。そんなバカなことはあるまい、警察も、坂巻くんも、そんなものは当てになるものですか聖子の鋭い小雨です。どうしてたかしが殺されたと言うんだ。俺もたかしの親だ。もう少し詳しく話してくれ。 警察にも検事局にも幾度も幾度も注意してあの通りですものこの上は私が自分でたかしの仇を討つより他はありません私は50日間夜の目も寝ずに研究してようやくこの秘密を突き止めたのですえそれはどういう意味だ話してくれたかしは やはり殺されたんです。あの晩私に睡眠薬を飲ました犯人はあなたにも睡眠薬を飲まして悠々と貴司を殺して何食わぬ顔をして済ましていたのです誰だそれは三之助は半信半疑ながら少し血色ばみました 盗み癖があって離別したにしてもこの聖子という女の異常な精神力や根強い研究心を知っているだけにこう言われると真剣に聞いてみたくなりますそれはあとでお話ししましょうかしの死因が毒物でなく刃物でなく注射でないとすれば何でしょうあんな気の弱い子は ひどく脅かしただけでも死ぬことがあるそうですが死んだたかしの表情はごく穏やかで脅かされて死んだものとはどうしても思えません私はいろいろ考えました本も読み人にも聞きました最後に私の登園の老いの若い医学士を訪ねて大変なことを教えられたのです 恐ろしい圧迫感に三之助はこっくりと喉の奥を鳴らしました神出性体質の人つまり副交感神経の過敏になっている人はある方法である部分を圧迫すると迷走神経の作用で心臓の働きが止まるんだそうです詳しいことは危険だからと言って教えてくれませんでしたが この実験を発表したドイツ人のアッシュネルという人はこの方法で1人死んだ例があることを報告しているそうですし日本の実験例にも医者が危うく患者を殺し損ねたことがあるそうです聖子はそこで言葉を切りました恐ろしい沈黙貴司は申すまでもなく あの通り、心室性体質の見本のような子でその上変なことには坂巻さん公子夫人の実刑の坂巻ドクトルが神経衰弱の診察をするんだとか言って大分前からたかしに目隠しをさせたり腕に引っかき起こされたり色々変なことをやっていましたそんなことはない嘘だ坂巻くんは紳士だ 高を殺すなんていいえ私は坂巻さんが殺したとは申しませんすると誰だ誰がかしを殺したというのだ坂巻さんは心臓まひという診断書を書いただけのことなのです誰だ誰だ三之助がものすさまじい興奮にらえられるとつえ子は反対にい ままますますす。いになっていきますお目にかけましょうその犯人をさあ見せてくれその前にその前になんだ何が入りようだ私のこの手柄に報いてくださるでしょうねそれは報いる何が望みだ愛情 昔のようなバカな払いのけようとする三之助の首にさっと飛びついた聖子は両腕を巻いてな何をすると言ったが及びません妖艶な豊島の魅力はその一瞬間によみがえって作り変えたロボットのような不気味な顔にも火のような情熱と 不思議な美しさが咲き乱れます。ね。離せ。もうたくさんこれ以上どうもしようとは申しません。さあ、いらっしゃい。たかしの敵。恐ろしい殺人鬼の姿を見せてあげましょう。三之助は不思議な興奮の中にも恐ろしい、期待に震えて誠子に従いました。 一度廊下へ出てまっすぐに3つ目左のドアを開けると三之助の書斎です聖子は黙って入って向こうをさしております見ると部屋の隅に置いた安楽椅子にもたれて安らかに眠っているのは三之助の愛を一身に集めている美しいいい キミコ夫人の清掃した姿ですなんだ公子ではないかまさかお前は驚いたでしょう。あの女ですよあれがかしを殺した相手なのですそんなバカなことがあるものかこれ公子奮然とした三之助近づいて公子の額に触れると 氷のようあ死んでいる<笑><笑>ものすごいロボットの笑いが夕闇に迫る書斎の空気に突っ走りますお前だろう、殺したのは。カッとして飛びつこうとすると早くも身をかわしてドアの外へ。 お察しの通り幸せなことにその女も神出性体質でほんの少しばかりの手数で死んでしまいましたよ悪魔悪魔待て死亡診断書はその女の兄の坂巻ドクトルが書いてくれますよ「心臓麻痺と」 悪魔中では三之助ドアに飛びついて開けようとしましたが外から鍵を回したのでどうすることもできませんさようなら私はあなたを愛し続けて死ぬでしょう悪く思わないでください本当の悪魔はそこに死んでいる 美しい若い女のほうなんです。さようなら。涙にかすれた声が次第に階段の方へ消えていきました。